オスの精神とは耐えがきを耐え忍びがきを忍び押さは押せ引かば押せこれぞ自己一却のオスの精神なりオス、うん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますあ,あついてこい 警察 VS 暴走族警察官っていうのは俺たちを人間だと思ってないんじゃないのかね ?W 市関東連合ブラックエンペラー田無支部長中学3年でバイクに乗り始めたが免許はいまだに取ってない高校は国士館高校を狙ってたが不合格になってしまった以来家業の水道屋を手伝う警察官っていうのは俺たちを人間だと思ってないんじゃないのかね 俺マッポって呼び方はあんまり好きじゃないんだよね。警察とか警察官とか呼んでるよ。いつもだってマッポっていうよりも警察官っていう方がいかにも女子大生を56しそうな感じがするじゃない。8後期第8交通機動隊ってのが一番汚いところなんだよ。 あそこは整備不良で捕まえても切符切らないでさ、一人を5人ぐらいの警察官でどっかに連れ込んじゃって、めちゃくちゃ袋、袋叩き、にしてさ、それで楽しんでるんだよね。俺も一回、八後機に56されそうになったことがあるよ。去年の夏、俺、その時ゼロ半、50cc バイク、に乗っていたんだ。鈴木の GR、レ・エンペラーみんな合流して、中央高速ずっと行って、 八王子インターで降りたんだ。そしたらそこで検問やってて、みんな突破できなくて、パクられて。で、その後、今日はダメだ、みんな帰ろう、って、みんな言い出して、各支部ごとに解散になっちゃったんだよね。それで俺たちも、早く帰りたかったから途中、信号無視なんかバンバンやってたわけ。16号線で、 そしたらどこかの交番から通報が入って、パトカー2台と白バイ1台で追っかけてきたわけ。白バイって言っても CR750 でさ、ハンドル絞ってるあるやつ暴走族が乗るみたいな。その時にゼロハンに乗っていたのは俺と、あと一人だけ。他の奴らはみんなでかいのに乗ってるから、すぐ逃げちゃった。で、もう一人ゼロハンに乗ってた奴の方は白バイに捕まって、切符切られたんだ。 そしたらパトカーの方が俺を追っかけてきて、いきなり後ろから俺に長い六角棒を投げつけてきたんだ。俺が俺の背中に当たって、俺こけそうになったよ。痛かった。そしたらパトカーが俺の前に出てきてね、ずっとガードレールの肩に寄せてきて、くっつきそうになってあおってんの。俺も逆半切って立ち直って、パトカーの後ろに回り込んで U ターンして。俺、実は今も免許持ってないんだよね。 取ろうとと思ったことはあるんだけどなんとなく面倒だったし、取らなくても捕まらなきゃ関係ないよ。単車のナンバー外してればどっちみち追いかけられるんだし。で、その時だってそのままバックレて帰ってきちゃったよ。わら、拳銃で脅かされたこともある。おととしの2月頃俺その時に先輩の車の中でアンパン、シンナー遊び、やってたんだよ。そしたら検問で引っかかっちゃって。 整備不良の切符切られちゃったんだよね。で警官が車の中覗き込んできてその時にだるまウイスキーのボトルの中に目いっぱいのアンパンが詰まっていたんだけどそれをシートの下に隠してあったのがちょうどその時にゴロッと転がってきたわけこれはなんだって言うからコーラですよなんて初めはすっとぼけていたでもそうしてるうちに俺もいろいろと考えてね 先輩は車を持っているぐらいだからもう18歳過ぎていてここでアンパンで捕まったらやばいってなって俺16歳だったしで自分がやったんだかなんか言ったわけそしたら検問やっていたのは八高公の警官だったんだけど近くの派出所の中に俺連れ込まれてねで5人ぐらいの警官に囲まれて はじめは警棒や懐中電灯で小突かれていたんだけど、しまいに拳銃持ち出してきて、なんだかんだ言いながら俺の頭をそれで小突くんだよ。頭に来たから、その警官に、今度制服脱いだ時に、タイマン貼ってやるよって言ったら、殴られたよ。その時は俺一人犠牲になれば済むことだと思ったから、アンパンのことは俺が全部引っかぶったわけだけどさ、格好は良かったけどその後は参ったよ。その後、 今度は府中所に連れて行かれて、まるで暴走族やってるだけで社会のクズだっていうような言い方されて。で、その日は親父が呼び出されて、それから火災へ行って、八王子の、で審判受けて、俺その時、働いてなかったんだけど、親が家で働いてるって言ってくれて、で、今度だけは勘弁してやるっていうわけで助かったんだよ。今度パクられたら燃焼行きだよ。